本日は日本におけるパンの歴史について解説するわ。日本でパン食はこれから解説するように比較的最近の文化なの。日本はお米の国だからね。とはいえ、最近では2013年にセブンイレブンが発売した金の食パンを皮切りに高級食パンブームが巻き起こったわよね。一時はどこ行っても食パン専門店を見かけてたね。こうした高級食パンは今までの食パンの安く手軽なイメージから少し高めだけど美味しいと若者を中心に人気を集めたわね。すごく個性的な店構えの食パン屋が話題になってたよね。岸本拓也氏がプロデュースしたお店のことね。そうそう、これこれ。まあネットでは話題になる一方で景観を損ねるなど必ずしも好意的な意見ばかりではなかったのだけど、商業的には大成功したわね。そういえばパンといえばこんな報道を知っているかしら。米よりパンになった日本人の食卓。総務省の調査によると、初めて家計の支出でパンが米を上回った。この逆転現象は何が原因なのか。1998年から家庭の食卓調査を行っている岩村陽子氏がその背景を探る。1世帯あたりの米に対する年間支出額 27,428 円に対し、パンは 28,318 円と逆転したのである。と、日本人の米食がパン食になったと一部の人々が危機感を募らせているの。日本人が米を食べなくなったってこと？そういう風に受け止められるわよね。でも必ずしもそうとは言えなくて、パンにあってお米にない特徴の一つはおやつの代わりに食べることができるということよ。ああ、まあおやつにあんパンと紅茶とかはあっても緑茶とおにぎりとかは聞いたことないよね。もちろん三度の飯より米が好きって人もいるだろうし、一概に変だとは言わないけど、一般的にはおやつはお米よりパンよね。だからこの統計はそもそも主食のお米とおやつにもなるパンを比べている点で少し不正確な比較だと思うわ。ただ日本においてパンが受け入れられてきているというのは確かね。そうだね。でも実は最初からパンが多くの人から好まれていたわけではないの。明治時代に書かれた馬鹿の番付という西洋かぶれの人々を皮肉った番付表があるのだけど、その中に米国を食えずしてパンを好む日本人と米よりパンを食べる人を皮肉ってるの。へえ、そんなに嫌われてたんだ。ちょっと意外だね。さて、それではここからは多くの人から好まれていなかったパンが庶民に受け入れられ日本独自の文化として発展した歴史を解説するわ。日本人がパンと初めて出会ったのは1543年のことだと言われているわ。この年、種子島の漁師だった種子島時高は嵐で漂着したポルトガル船員を救出し、彼らから鉄砲を購入したの。いわゆる鉄砲伝来ってやつだね。この時ポルトガル人がパンを食べているのを見たと記録されているわ。その後1549年に宣教師のフランシスコ・ザビエルは薩摩の島津高久に謁見し、キリスト教布教の許可を得ると布教に必要なワインとパンを日本に持ち込んだの。そもそもどうしてキリスト教にパンが必要なの？キリスト教では聖体といってパンをキリストの体としてありがたいものだと考えているの。そしてミサの中でキリストの分身であるホスチアという薄焼きのパンをみんなで食べるのよ。へえ、じゃあ当時の日本人にとってパンを食べるのはキリスト教の信仰と同じだったってことかな。確か江戸時代ってキリスト教は禁止されてたよね。よく覚えてたわね。そんな時代だから異教徒の持ち込むパンは不気味なものに思えたんじゃないかしら。さらに言うと伝統的な日本の食生活にパンは合わないわよね。確かに味噌汁に食パンとかちょっと不釣り合いな感じはするね。だから鎖国時の日本においてパンは長崎のオランダ人など外国人向けのものでしかなかったわ。とはいえ興味はあったらしくて、江戸時代の書物にはたびたびパンが登場するの。例えば江戸中期に成立した百科事典の和漢三歳ずれでは、あんずるに虫の血は饅頭のあんなきものなり、オランダ人ごとに一個を用いて常食となす、かの人呼んでパンというと記録されているの。どういう意味なの？簡単に言うとパンとはあんこの入っていない饅頭のようなもので、オランダ人は毎食一つ食べているといった感じかしら。ああ、そういえばお饅頭も小麦で作るし、パンみたいといえばパンみたいかな。ただ同時期に書かれた乱説弁枠には、当て曰くオランダ人常食にパンというものを食するよし
何をもて作れるものにや。答えて曰く、これは小麦の粉には甘酒を入れ、練り合わせて蒸し焼きにしたるものなり、朝夕の食料これなり。と、パンは小麦粉に甘酒を入れて、蒸して作ると記録されているのだけど、実際は、パンに甘酒は入れないし、蒸すのではなく焼いて作るから、おまんじゅうと混同していたんだと思うわ。まあ、知らないものを理解するのは難しいよね。さて、そうやって多くの日本人が食べてこなかったパンだけど、幕末になり、ペリー率いる黒船が日本に来たり、アヘン戦争で大国の清がイギリスに敗れたと伝えられると、日本も対外戦争を意識せざるを得なくなるわ。そこで、伊豆国韮山の江川太郎左衛門英龍は、兵士の食事として、パンに注目するわ。パンって、戦争に向いてるの？まず、米はその場で炊く必要があり、炊くと煙が出ること。パンは、保存しやすく携帯しやすいこと。どこでもすぐ食べられるなど、兵糧として優れていたの。英龍はパン焼き釜を作り、オランダ人にパンを作って提供していた作太郎と共に、パンを研究するの。一方で、庶民の間でも少しずつだけどパンが広がっていくことになるわ。日本人のパンへの偏見をなくした一番の功労者は、明治初期に日本人が開発したアンパンだと言えるわ。では、ここからはアンパンの歴史を解説するわ。アンパンは、1874年に渋谷でパン屋を営んでいた木村安兵衛が開発したの。安兵衛はもともと明治維新で職を失った武士の職業安定所で事務の仕事をしていたの。そこで長崎で料理人として働いていて、パンを作れるという梅吉と出会い、現在の渋谷に木村屋というパン屋を開くの。しかしすぐにはうまくいかなかったわ。さっきも言ったように、そもそもパンは多くの日本人にとって馴染みにくい食べ物だったの。いくら戦争では便利でも庶民の生活には関係ないからね。そこで安兵衛は試食ではなく、お菓子感覚で食べられるおやつ用のパンを開発しようと考えるわ。そして多くの日本人に受け入れられるためには、西洋的なパンではなくパンを和風に作り変える必要があると考えたの。どうして和風にしたの？そもそも日本人は米に強いこだわりを持っているけど、中国から伝わった麺の技術を学び、塩や醤油で味付けをしたうどんやそばを好んで食べているじゃない。それに同じ小麦製品のまんじゅうは多くの庶民から人気で、現代でも和菓子の代表として多くの人から好まれているわよね。言い換えると、多くの日本人は舶来の文化を自分たちの味に作り変える、そのことに執念を燃やしている国民と言えるわ。こうした日本の改良の文化は、フランスのコートレットからトンカツを生み、イタリアのパスタからナポリタンやあんかけスパを生み出したわよね。そういえばナポリタンってイタリアにはないらしいね。こうした日本で独自に生まれた西洋風料理を洋食というの。そこで安兵衛は日本独自の洋食パンを作ろうと研究したというわけね。試行錯誤の末、パン生地を米麹で発酵させることを思いつくわ。これにより出来上がったパンはイースト菌特有の匂いがなく、むしろ甘く柔らかい酒まんじゅうのような香りがする生地だったの。この生地にあんこを包み、まんじゅうともパンとも違う日本のあんパンが完成したわ。こうして出来上がったあんパンはたちまち人気となったの。さらにあんパンが明治天皇に献上されたことで人気に火がついたわ。ちなみにこの木村屋は後にジャム入りビスケットから着想を得てジャムパンを開発したの。また1904年には新宿中村屋の相馬愛蔵はシュークリームから着想を得てクリームパンを開発したわ。英龍がパンの研究を始めたのが1842年4月12日と言われているの。そこからたった60年程度の間に洋食のパンが3つ生まれたことになるわね。すごく早いね。アンパンの流行により日本人の間でパンへの抵抗感が少なくなったのだけど、さらに日本人にパンが広まる出来事が起きるの。それは大正7年に起こった米騒動よ。米騒動って確か戦争でお米が足りなくなるから買い占めが起きてお米がすごく高くなった事件のことだよね。さすがね、正解よ。この騒動は当然お米を主食とする日本の庶民の生活に大きな打撃を与えるわ。この騒動に心を痛め、米の代わりになる主食があればいいと考えたのがパスコのブランドで有名な敷島製パンの創業者森田善平よ。パスコってめっちゃ有名だよね。日本のパン業界では山崎製パンや富士パンと並ぶ三大パン企業ね。
彼はもともと国産小麦から小麦粉を作る企業を経営していたのだけど、会社で使うドイツ製のガス発動機が故障して修理できる人を探していたの。ちょうどその頃、第一次世界大戦で捕虜となっていたドイツ人がいることから、彼らに修理を依頼するわ。その時、せっかく日本にドイツ人捕虜がいるのだから、彼らにパン焼きを習えば美味しいパン屋ができるではないか。そう気づいた前提は、日本に留まることを希望するハインリッヒ、フロインドリーブなどドイツ人の捕虜を雇い入れて、彼らの指導でパン窯を作ったところ、美味しいパンができたわ。このパンが人気だったことから、大正8年に敷島製パンを創立したの。へえ、敷島製パンは捕虜の人たちが作ったんだ。そしてその3年後の大正11年には、名古屋市中区にフジパンの前身である金城軒が開店したわ。あれ、山崎は？山崎製パンは三大パン企業としては設立は遅くて、戦後の昭和23年に設立されたわ。戦後にはようやく日本のパン業界に欠かせない人たちが揃ってきたんだね。日本のパン業界に欠かせない人物といえば、広島の高木俊介がいるわ。彼は昭和42年に広島の本通りにレストランとパン屋の複合店アンデルセンを開店したわ。この時高木はアメリカ軍による原爆攻撃を耐え切った旧帝国銀行の建物を改修して利用したの。あえて原爆の被害に遭った建物を使うことで、自分たちが広島復興の象徴となりたい、そんな思いもあった開店だったわ。素敵な理想だね。ところがいざ開店の準備を始めてみると、想定外のアクシデントが起きたの。それまでのパン屋は洋菓子店と同じくショーケースに並べて、その中から客に選んでもらって提供するのが一般的だったわ。しかしこのビルでは柱に邪魔をされて、ショーケースを搬入することができなかったの。本棚が置けない本屋みたいな感じかな。それって致命的だよね。そこで苦肉の策として棚を置いて、そこから客にセルフで商品を取ってもらい、それを後からまとめて会計するという売り方にすることで問題を回避したの。へえ、今パン屋さんがやってる売り方ってそういう過去から生まれたんだ。必要は発明の母、そういうことだね。さらに高木はデンマークに視察に行った際に、パンの冷凍技術の必要性を痛感して、昭和45年に日本初の冷凍パンの工場を設立したわ。この技術により、店では工場でまとめて作ったパンを焼くだけで良くなり、1店舗ごとに熟練のパン職人が存在する必要がなくなったの。こうして生まれたのがアンデルセングループのリトルマーメイドなど、パン屋のチェーン店だったわ。最後に工業先進国の我が国が誇るホームベーカリーについて解説するわ。あれって日本が発祥だったの？ホームベーカリーを世界で初めて開発したのはナショナルよ。ナショナル？パナソニックのことね。ああ、なるほどね。ホームベーカリーの開発が始まったのは昭和59年のことよ。この年、ミキサーを作っていた回転機事業部と炊飯器事業部、それにトースターなどを作る電熱器事業部が合体して電化調理事業部が発足したの。この合併により、各部がこれまで培ってきた知識や技術を総動員して開発を始めたのがホームベーカリーだったわ。確かにトースターや炊飯器ってホームベーカリーと似てるよね。研究のため開発部の人たちは本社のある関西の有名パン屋を次々と調査して、半年間で40社100種類ものパンを研究したわ。すごい努力だね。こうした努力が実を結び、昭和59年、ついに世界初のホームベーカリー SDBT2 が販売されたわ。これは炊飯器以来の発明です、をキャッチコピーにして大人気となったの。 SDBT2 はイースト菌を投入するタイミングなど熟練の技術が必要とされることを自動化し、誰でも手軽に美味しいパンを家庭で作ることを可能にしたわ。パンの世界に革命を起こした発明品だね。そして日本においてパンは主食ではなく嗜好品として発展してきた分、ホームベーカリーも常に流行を取り入れる努力をしてきたわ。例えば現在パナソニックで売られている S3MDX4 はフランスパン、ブリオッシュなど様々なパンのほか、レーズンパンやお餅など様々な嗜好品に対応しているわ。さらに現代人の健康志向を踏まえ、グルテンフリーや低糖質が焼けるの。それは嬉しいかもね。さらに2010年には三洋電機が生のお米からパンを作るごパンを開発して話題となったわ。
あ、それなんか一時期よくネットやテレビで話題になってたよね。そうね、ごパンは人気が高すぎてすぐに品切れとなり、一時は受注停止となっていたわね。このようにホームベーカリーは今なお発展を続けていると言えそうね。ソーシアンへようこそ。さて、では今日の解説をまとめようかしら。日本にパンが持ち込まれたのは1543年のことだとされているわ。その後、安兵衛によってアンパンが開発されたのは明治7年のことよ。日本でパンが普及してからの期間だけで見れば、パンはまだまだ新しい文化と言えるわ。それでも、約90年後の昭和45年にはパンの冷凍技術が普及し、その約20年後、昭和62年にはパンを主食とする欧米諸国に先駆けて、ホームベーカリーを開発したの。日本の技術力ってすげえって感じだね。たった400年程度の間に、欧米の猿真似をするのではなく、日本独自のパン文化を発展させてきたのは、紛れもなく日本の技術力として誇らしいことだと思うわよ。今後もこうした意外と知られていない日本の技術について解説していこうかしらね。楽しみにしてるね。いつも素材のご提供、誠にありがとうございます。本日のご視聴、誠にありがとうございました。この動画の他にも、日本の文化や科学、歴史など解説動画を豊富に取り揃えております。よければ、こちらのおすすめ動画も合わせてご覧いただければ幸いです。それではまた、次の解説でお会いしましょう。お疲れ様でした。